将軍様のお通りじゃ。将軍様も熱中症になるぞ。将軍様も熱中症を注意しながらお通りじゃ。松江市民は働き者じゃ。あっぱれあっぱれ。さすがは我がお膝元の国民よ。お膝元だから手が届くぞ。電車よりもみんな車を使っているぞ。あっぱれあっぱれ。ミサゴはよく見ると毎日違うことをやっている。ミサゴは常に今日の最善を尽くしてベストを尽くそうとしている。ミサゴは常に最高を尽くし魚を掴んで持って帰る。ミサゴはシンジ湖にいっぱいいるよ。ミサゴはシンジ湖にひょっこりいるよ。雲の数が多すぎる、雲の数が多すぎる、雲の数が多すぎる、数えきれん、数えきれん。雲の数が多すぎる、雲の数が多すぎる、雲の数が多すぎる、境目わからん、境目わからん。雲の数が多すぎる、雲の数が多すぎる、雲の数が多すぎる。白い雲と黒い雲は仲がいいのか悪いのかわからん、わからん。近くに剣馬男か。剣馬男か。八重垣幕府、ここにありじゃん。八重垣幕府じゃん。砂は、許さん。集まろうとするか、許さん。大雨の日に来て、詰まってるところを取るぞ。謎の溝を磨くから、構造すら不明。なるほど、詰まっている。これは、するべきだ。溝は詰まっている。蓋を開けて、詰まりを取れ。溝詰まりは許さん。許さん、許さん。これぞ松江市の鍾乳石だ。ガハハハ、水が流れるぞ。八重垣幕府、ここにありじゃ。蚊に刺される。かゆいから退却じゃ。次回は蚊取り線香じゃ。八重垣幕府、次の授業は地下道の排水口の詰まりを出す。砂が溜まっている場所は詰まりになっている。8箇所ぐらいか。掘り起こし、ハンマーで叩いて詰まりを取る。水が鍾乳石化していた。基本的に暑すぎる熱帯夜じゃ。